ハイチープロジェクトへようこそ。おちいさんやで。ポケットモンスターバイオレットゼロの秘宝後編、続きやっていきましょう。実はですね、このコーストエリア来る前に、あー間違った、なんかもう未来ドンすぐ出しちゃう癖があってレベル全然上がらない。来る前にですね、いろいろこのサバンナエリアでやって、ポケモンがね、ルカリオとチルタリスがレベル100になりました。はい、おめでとう。ということでですね、いろいろやったのも動画にしてたんだけど、ちょっとあんま面白くなかったのでボツにしました。綺麗だな、お花咲いてて、いいロケーション。授業って何の授業なんだろう。あ、みんな集まってるぞ。結構人多いな。ちいさん、迷わず来れました。来れた、よかったです。皆さん、アローラ、それでは授業を始めます。あ、一種地方じゃなくてアローラ地方だったか。ここ初めての人もいるみたいですね。ここコーストエリアでは南の島のような環境を人工的に再現しています。そしてここにはそんな暖かい気候に順応したポケモンが多く暮らしています。通常よりたくさん光を浴びて他の地方よりも大きく成長しているポケモンもいますよ。そう、同じポケモンでも別の地方で姿が違うリージョンフォームですね。それでは皆さん、実際にリージョンフォームアローラの姿のポケモンを捕まえてみましょう。捕まえたら私まで店に来てくださいね。それでは授業開始。ブルーベリー学園は実際にやってみる授業が多いんです。ではでは、初授業頑張っちゃいましょうか。お題目でポケモン捕まえれるじゃん。へえ。南の島のアローラ地方はアローラが挨拶なの。へえ。あ、まだアローラな気分で歩き回りましょう。はーい、まあ、ポケモン捕まえてくればいいんだよな。すごい自撮り棒使ってる。おとり棒か。お前が欲しい。パルデアには言えない踊り鳥、かわいい、かわいい、踊り鳥かわいいよ。あ、何も言わずに捕まってよ。無理かな、無理そうだな。危ね。一番弱い技なんだろう。サイケ光線。あ、まずいかも。これめっちゃ強いんだよね、確か。あ、そんなことない。ああ、は。出せる？サイケ光線。出せた。危ない。踊るな。踊るなよお前。踊るポケモンだけど踊るなよ。踊るなよお前。踊るなよ。絶対踊るな。踊ったら死ぬぞ、漏れなく。全然入ってくんないじゃん、こいつ。むしろスーパーボールの方が居心地がいいとかそういうのある。あ、確定演出きた。踊り鳥、フラフラスタイル、薄桃の蜜を吸った姿、緩やかなステップで精神を高め、サイコパワーを放つ。かわいい。そう、こいつが欲しかった。
とはどこだろうな。あ、綺麗花いる。綺麗花って進化系だったような気するな。まあ、いっか、捕まえちゃおう。葉緑素。何の進化系だったっけな、この子って。なんか臭い花とかそっち系だったような気がするな。ラフレシアとか。すぐ出てくるな。サイケ光線でじりじり削るしかない。いろいろ舞うなぁ。蝶の舞だけか、さっきから。覚悟上がってるのか。体力回復しないで。あともう一発ぐらいやった方が良かったかな。もう一発いけそうだな。スーパーボールの方が好き。なんじゃそりゃ。フラワーポケモン。生まれ育った森を離れ、綺麗花で群れを作る。気持ちが高ぶると踊り出す。かわいいな。かわいいけどめんどくさかったな、こいつ。お、ニャスパーが。こいつオスだからオスの姿に進化するはず。あ、かっこいい。ニャオニクス、オスの姿。かわいいなぁ。そっか、こうなるんだ。私メスの姿しか見たことなかったな。じゃあもうちょっと先行ってみようかな。アローラの姿見して見して。見る見る、見して見して。え、キモ。色気持ち悪い。なんかディグだ。なんか生えてる。電気効かないんじゃない、ワンちゃん。いたわ。気持ち悪い、ベトベト。色が。あ、穴掘られちゃった。例の首長いナッシーじゃないの。うつんねー。効果ないか。土だもんね。とカーリーヘアで素早さ減るってどういうこと。やることないじゃん。テラバーストって普通の時にやったらどうなの。あ、でも一応普通に攻撃はあるんだ。
面白かった。アローラの姿ちゃんと見た見た。いるかな。うわー難しいな。あ、ナッシーいるじゃん。もうたまたま手に入れちゃったからな。ザングースだ。これは進化することもなかったはず。風にならないとかそういうこと。あ、後ろにベートベターいた。かわいいな顔。おえ、出るの。自分が攻撃食らうあれするなよ。今いいとこなんだから。ダメだな。じゃあモンスターボールどうぞ。一瞬で出てくるだろうな。あ、いいんだ。ザングース、猫いたちポケモン。ハブネークに出会うと体毛が逆立ち攻撃耐性になる。鋭い爪が最大の武器。ハブネークとザングースって 仲悪いんだよね確か。顔。やる気者に進化した。暴れざるポケモン。いつも暴れているのですぐにお腹が空いてしまうが、食事の時もじっとしていられない。じっとしろ食ってる時は。ベッド、あれ、いなくなっちゃった。ベトベタ？ベトベトンか。気持ち悪いな。虹色ってキモない？いやもう本当に気持ち悪い。ハイパーボール悪いな。あんまり捕まえらんないな。うおー、サーナイトー、ありがとう。溶けるって。防御上がった。サイキック光線効果ないのかよ。レムフォースは？うわ、これ死ぬんじゃね？置き土産っていう言い方。うわ自害された。うえ、びくしゃ。にもいるんだ。目つき悪いな。よし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 。これはローラの姿でいいよね。
アローラの姿、牙や爪に見えるのは毒素の結晶、触れるだけで毒に侵されるので近づくのは危険。毒悪か、気持ち悪い。ベトベト、ベトベターも捕まえとかなきゃさ、あれに入らないのか、図鑑に乗らないのか。粘ってくれなくてよかった。どんなゴミでも美味しく食べてくれるので、ゴミ処理場では大活躍の人気者。確かに。なんか顎んとこだけ黄色いのがまた気持ち悪いな。やだやだ、やっぱ可愛いのいないの、アローラ。ナシいるわ。あ、芽吹き時間もなんか違うな、ここ。芽吹き時間も春の姿とか夏の姿とかでもまた違うんだな。あー、どうしたの？彼のこと考えるとため息が出ちゃうの？あら、そう。臭い花と臭い花出してるのか、こいつら。このでも2匹戦法怖いんだよな。効果抜群か。あー、ノーエスパータイプダメなんだ。あ、激凛だ。ベックーザの技のイメージ。こう混乱するのちょっとしんどいけど、ちょ、イラコートいいか。うわか、今一つでも持っていったぞあいつ。すごいな。おい、しっかり攻撃、じゃあ バトルしろよお前。すぐ進化したな。キングに進化した。物草ポケモン、寝転がったまま生活する。周りに食べる草がなくなるとようやく寝返りをして動く。動くとしても寝返りか。威張るってなんだよ、この状態で威張るの。こんなもんでいいか。
はい、帰ってきました。ナッシー捕まえてくるのはなんかあれがないので、芸がないので。どこ行った？ベトベトン捕まえてきました。おお、間違いない。そのベトベトンはアローラの姿。牙や爪に見えるのは毒素の結晶で、触れるだけで毒で起こされるから近づくのは危険なポケモンだ。え、チーさんもう捕まえちゃったんですか？頑張った。勝負だけでなく捕獲も上手だとは。グレープアカデミーのレベルの高さが伺えますね。はい、それでは皆さん集まってください。時間が来ましたので授業は終了します。まだ捕まえられていない人は次の授業までの宿題ですよ。それでは解散。宿題になるんだね。ちいさん、ブルーベリー学園の授業はどうした？余裕です。アカデミーではもっと高度な授業をされてるんですね。あ、私部室に顔を出さなきゃいけないんでした。案内は終わりになっちゃうんですが、最後にこれだけは聞いてください。この学園ではブルーベリースペシャルレクリエーション、略してブルレクが盛んです。ブルレクはドーム内で活動していると学園から出題されるミッションでして、お任せバトルをしてとか、特定のポケモンを捕まえてとか、いろいろなお題を出されるんです。いつどこでどんなお題が出るかは誰にも予想できません。お題をクリアするごとに学園内通貨ブルーベリーポイントがもらえます。ブルーベリーポイントは食堂や購買部でお金として使えますよ。あとは今後部活でも。とりあえずブルレクして BB 集めてみてください。へー、ブルーベリーポイントがもらえます。挑戦できるミッションはフィールドで方向ボタンの右を押すと確認できます。挑戦できる通常のミッションは3つで、ミッションをクリアすると新しいものに入れ替わります。ミッションを10回クリアするとお得なボーナスミッションに挑戦できます。なるほど。他の生徒を支援することもできます。へえ、学園生活楽しんでくださいね。ありがとう。借り出す。あ、ゼイユ、チーよね。私ゼイユだけど、聞いたわよ、あんた今ブルーベリー学園に留学してるんだって？はい先生から聞いたの。まさかあんたがブルベリにいるとはね。ねえ、久しぶりにちょっと顔見せなさいよ。そうね、テラリウムドームには行った？ドームの中心にセンタースクエアって広場があるから、そこで待ち合わせしましょう。待たせたら分かってるわよね。相変わらずだな、ゼイユは。やった、ゼイユに会える。行こう。おお、飛んでるんだけど、踊り踊り。あ、違うわ、もうそろそろ切らなきゃ。はい、というわけで今回こちらで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。次回はゼイユに会いに行きます。